これで4台の太鼓台が勢ぞろいしました。各太鼓台が叩き手と踊り手の妙技を順に披露します。最初は宮本太鼓台です。叩き手は2人、踊り手は3人で演じます。次は東町稲荷太鼓台、叩き手は2人、踊り手も2人です。続いて上野町太鼓台です。叩き手が2人、踊り手は3人です。最後は福知太鼓台です。叩き手、踊り手ともに2人です。これで4台の太鼓台の顔見せが終了しました。秋の伊勢街道明かり祭り、その明かりを訪ね歩いてみました。伊勢本街道の道筋は優しい光の帯に浮かび上がり、緩やかな坂道が美しい曲線を描いていました。町屋もライトアップされています。ひっそりとした秋の夜長の佇まいです。その昔、宿場町であったこの辺りの伊勢街道は、行き交う人々や馬の鈴の音が絶えることなく夜遅くまでにぎわっていたといいます。ここは檜坂です。道路の南端から突き当たりの総合体育館を見ています。緩やかで長い上り坂が一直線に続いています。中ほどまで坂を上がって、やはり北を見ています。上は街灯、下は行灯の光の中を車が流れていきます。反対に北端から南を見下ろす位置にいます。長い長い下り坂の両側にほのかな明かりが続いています。道路沿いに檜坂古墳公園があります。ここもライトアップされていました。ここに置かれた行灯の一つ一つには、あかり祭りの思い出が託されているようでした。再び伊勢街道に戻ります。住坂神社の渡御行列がゆっくりと萩明かりの中をお旅所へと向かいます。この日、住坂神社では宵宮祭があり、祭祀終了後、本殿から大神輿に御分霊が移され、行列を整えて西峠のお旅所へと遷御されます。お旅所へ向かう行列がイベント会場前を通過すると、各太鼓台の代表者がお祓いを受け、4台の太鼓台が順次退場し、各町に帰っていきます。
最後の東町稲荷太鼓台が退場すると、この日の行事はすべて終了しました。11月3日灰原の駅前広場では、昨夜顔見せをした4台の太鼓台が練り合わせます。お昼ごろには地回りをした4台の太鼓台が観衆が取り巻く広場で一堂に会します。東町稲荷太鼓台が入ってきます。続いて上野町太鼓台、福知太鼓台、宮本太鼓台、4台の太鼓台が奇声を上げて練り合わせます。高々と頭上に柿棒が差し上げられると、見ている方でも思わず力が入ってしまいます。大迫力で迫る練り合わせに取り巻いた大観衆も圧倒されてしまいました。ここは西峠にある住坂神社のお旅所です。ここに昨夜御分霊が占拠されています。お旅所から国道を隔てた向かい側に見える森が住坂神社の旧社地とされる天の森です。お旅所では秋季大祭のお渡りの祭典が行われます。お渡りの行列が出発します。先導の後に金棒、神職、神社の高張提灯と続きます。その後から巫女が従います。住坂神社には慶心公、住坂慶心公の2つの公があり、おのおの当屋控え当屋は衣冠束帯の装束を着用しています。長い行列に守られるように、ゆっくりと大神輿が本社へと歓迎されます。往路と同じ伊勢街道をお渡りの行列が進んでいきます。お渡りの行列が神社に到着します。
御分霊を本殿に移した後、秋季大祭が行われます。祭典が終わるのを待って3台の太鼓台が宮入りしてきます。最初は宮本太鼓台が宮入りします。境内に入るには急な坂道を担ぎ上げてきます。本殿の前で高々と柿棒を差し上げてお祓いを受けます。続いて東町稲荷太鼓台が宮入りです。最後に上野町太鼓台が宮入りしました。3体の太鼓台による勇猛果敢な練り合わせが境内いっぱいに展開され、太鼓の音や笛の響きに大きな掛け声が入り乱れ、いやが上にもお祭り気分は最高潮に達します。最後の行事は大量の獄巻きです。境内を埋め尽くした大群衆に向けて紅白の餅が三方から次々に撒かれると、再び境内はごった返したように人々で入り乱れます。秋祭りの終わりを告げるかのように三台の太鼓台が帰っていった後の境内は、あの喧騒とにぎわいが嘘のように静まり返り、新刊とした中でいつもの荘厳な姿を取り戻していました。